大切なものを手に入れるとき、大切なものを失うとき、うぎうぎ。第11週、わてよりとうもしたやのお話が終わりました。スズ子の恋の悩み。昔、松永にとても惚れてしまったことはあった。しかし、あの時は、スズ子からの一方的な恋。松永の方は、恋ではなくビジネスとしての好意的な対応。だけど、愛助は違う。心から好意を寄せてくれるのがわかる。しかし、歌が良かったから歌っている自分に対する気持ち。年齢は9つも違う。いつきも言っていた。さよも言っていた。それは一時の気持ち。だけど、スズ子の本当の気持ちは、第12週、あなたのスズ子。第56話のお話は、スズ子は、愛助と坂口の会話を聞いて、抑えきれなくなり、部屋へと入る。坂口が、ここで決着をつけようと提案するが、スズ子は激しく反発する。しかし、愛助が、二人だけで話し合うべきだと提案し、状況を落ち着かせる。スズ子と愛助が二人きりになると、互いの心の内を打ち明け合う。体が弱く、戦地へ行けないことで、コンプレックスを抱える愛助は、こんな時期に恋愛してもいいのかという葛藤をスズ子に語る。そして、スズ子は帰りに、いつものように、伝蔵のおでん屋に立ち寄る。だけど伝蔵は、もう店を閉めると。材料が入らず、商売が成り立たないと。伝蔵は、戦争に勝ってるはずなのに、なんでこんなに苦しいんだ？学生まで借り出して、どうなっているんだ？東京に来た初日に秋山と入ったこの屋台。嬉しいことも悲しいこともあったこの屋台。スズ子の大切な場所が一つなくなってしまった。第56話はこのようなお話になるようです。スズ子は弟六郎のこともあり、愛助が学徒出陣で戦場に行かないことに胸をなで下ろすようですが、あのご時世、愛助は自分が行けないこと、鈴子も色恋に浸っていいのかという葛藤で、あと一歩進むことができないようです。そして伝蔵のおでん屋台、東京に来た時から利用してきた。利用してきた場所というより、とても大切にしてきた場所。嫌なことがあっても、ここでむっつりとした伝蔵に話をしたら、幾分かは和らいだ。絶品のおでんがさらに紛らわしてくれた。そんな大切な場所がなくなってしまう。第55話。第11週は、前週の家族を失った悲しみの冬のような寒さから、春のようなうららかな日だまりの偶然とも運命とも言える出会いから始まった恋のお話。そのお話と平行線で、時代は昭和18年1943年10月。戦争はいよいよ激しくなっていき、国もどんどん経済的にも精神的にもボロボロになっている状況の中で、新聞記事にも載っていた学徒出陣の文字。どちらも恋愛には奥手で不器用な鈴子と愛助に、見ているこちらももどかしい思いをさせられてしまっています。
真っ赤になりながらも、スズ子を一途に熱烈に追いかけるアイスケには、多くの朝ドラ女性ファンも夢中になって見てしまいますよね。はじめは互いに戸惑いつつも、気がつけばみるみるいい雰囲気に。周囲の冷たい反対に会いながらも、恋人になってくださいとアイスケから熱くも情熱的な告白をされてしまったスズ子。告白された側だったら思わず、はいと言ってしまいそうな展開でしたが、マネージャーの五木にもあれだけ厳しく釘を刺されてしまいましたからね。彼から村山工業を敵に回したくない、波風を立てず10歳も年下の相手に本気になるべきじゃないと言われても、好きになってしまったら10歳も20歳でも年の差は本人たちにとってはあまり関係ないのかもしれません。それでも当時はやはり目立つものであったのかも。さすがの鈴子もこの時ばかりはちょっと考えさせてほしいと答えるのが精一杯だったようです。それ以来恋に思い悩む日々の彼女でしたが、無理もありません。周囲が反対している状況だからこそ、思ってはいけないと思うと余計に相手のことが気になってしまうのが恋というもの。恋というのは本当に変という感じによく似ていますね。一方、そんな思い悩む鈴子に、さよは悩みを聞こうと、一肌脱いで伝蔵のおでん屋で恋の相談相手になってくれていました。それにしても、今週のさよは随分とツッコミも冴え渡り、二人の間を邪魔してくると神経女子。見ている視聴者にはイライラとさせられてしまったかもしれませんが、一方ではかえってそこが面白いというご意見もあったようです。ただ、さよが初めて弟子入り志願で登場した時には、律子に、おめえじゃねえと怒鳴ったり、あまり評判はよろしくはなかったようで。第11週の序盤も、財布を落としたと勘違いしつつも、実際は足袋の中に入れ忘れていたのに、アイスケを散々泥棒呼ばわりしていたので、よく感じなかった方も中にはいらっしゃるかもしれません。それでもさよは、この世に偶然はねえ。育ちが悪いから疑い深いんだ。男は色と欲の生き物だ。どっかおかしくねえとこんな手紙書けねえ。夢を語る男は信用できねえ。大抵の男がその場限り。男は演技ができる。とうとう。きっとこれまで本当に奉公先でも世間でも辛い目に遭わされてきたのでしょう。さよのキャラクターについては、ブギウギ制作スタッフさんのインタビューでも、さよは幼い頃奉公に出され苦労しましたが、鈴子の歌を聴いて奉公先を飛び出し弟子入りを志願し、ややトラブルメーカー的なところもありますが、鈴子は決してそういう人を見捨てないということを表現するために生まれてきたのがさよというキャラクター。長いこと会っていないお父さんが恋しいと感じていることは、梅吉という父を際立たせたいと意識しました。そこまでは意図した役割でしたが、当初の想定以上にキャラが動き始めた。アイスケとスズ子の進展を阻もうとするのは、自然にそうなっていったものだと思います。不思議なくらいキャラが噛み合った気がします。とのこと。そうですね。義理と人情の鈴子とさよが出会ったのも縁であれば、さよも恩返しをするべく、さよなりに鈴子を真剣に心配してくれている
と思うと、トラブルの多いさよも愛らしく感じます。とても味のある純粋なキャラクターのさよ。いつか彼女も素敵な男性と出会って幸せになる日が来てほしいですね。そして特筆すべきは、はじめこそ口の悪かったおでん屋台の伝蔵。なんだか回を重ねるごとに、愛助とはまた違う意味で、純粋で鈴子たちの相談相手にもなってくれる癒し系キャラへと変化を遂げているようにも感じられました。今回の周囲からの板挟みの恋に悩む鈴子にも、なんだお前、年のことなんか気にするのか？大事なのはな、おめえの気持ちだろう。あの野郎は悪い奴じゃねえぜ。なかなかいい目してやがった。若え時の俺とそっくりだ。と、相変わらず口は悪いものの、ストレートに、そしてバッサリと、鈴子のもやもやした心のしがらみを一刀両断してくれていました。なんだか視聴者の心の声を見事に代弁してくださったような伝蔵を見ていて気持ちよかったです。SNS でも伝蔵がなんだか優しくて、おでん屋のシーンはジーンとしてしまった。すっかり癒し系になったおっちゃん。二人を見守る目が泣こうど、と温かい声が寄せられていました。ラストでは村山工業の坂口が愛助に鈴子との別れを迫っていましたが、愛助の一心に鈴子を慕うセリフにも心を打たれましたね。タイミング悪く坂口の心ない言葉に思わず腹を立て、部屋に乱入してしまった鈴子でしたが、来週も波乱の展開となりそうです。そして、大阪の歴史ある工業を作られた女社長であり、愛助の母の小雪さん演じる村山富も初登場となりそうで、この先の二人の恋の行方は一体どうなってしまうのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。